こんにちは。こんにちは。今日はね、練習をするというか自分のフォームの上でというかダーツをする上で、ダーツをする上で、ダーツを飛ばす上でかな。何が重要っていうね、一番てか優先事項あるじゃないですか、それぞれ。まあ理論的には肘肩平行でまっすぐ引けてまっすぐ飛ばせる方がいいけど、ここ張ってるんだよな。だここ張るっていうことか、理論的に完璧だっていうことをどっちかを取るかっていうことじゃないですか。はいはいはい。でそれが人によって分かれてくるわけでしょ。張る具合にもよると思いますけど、ファーストプライオリティは何ですかっていうことです。ファーストプライオリティ、俺は楽であることが優先事項としては一番高いの。ダーツを飛ばすこと、うん、ファーストプライオリティだと思います。ほう、楽であることは。何回も肘の話しますけども、まあ多いからね、そういう悩みの人が。まあね、肘動くのが嫌だけど動かさないときついわけじゃないですか。はい、楽ならいいんですよ別に。俺はフォームが綺麗か汚いかって自分の中でその周りの人見てね判断するときに、一番楽に投げれてるかどうかで見てるから、肘どんだけ動こうがもう全然力入ってないでこうやって投げてる人とかいるのよ。これめっちゃ綺麗やなあの人って思うし、逆にもうガチガチでこんなんなってやってる人の方が肩張ってんなとかって思っちゃう。張るってことは力むわけじゃないですか。力みにつながるでしょ、はいはいはい、力みにつながるということは振動も増えるんですよ。加減が変わってきちゃうから、ね、そうそう、やっぱ楽に飛ばせるってことが一番振動が減ると思います。でも何かで悩んだら楽なことでいいの。あーなるほど。楽な方を取っていった方がいい。どんどん楽な方、楽な方、そうやって選んでったら俺はもうフリーターになっちゃったけどもダメじゃん。いやダーツにおいては楽な方を取る方がいいのよ。投げやすいってこと、うん、持論だからねこれ。はいはいはい。聞いてきてくれた人でこの間、うん、肘が下がるっていう人がいたんだけど、肘下がんないようにも、まあ、投げることはできたのよ。だけど、まあ、やっぱ張っちゃうから、うん、俺は直さなくていいと思うって言ったけど、まあ、実際某超有名プロがね直さなくていいって言ってたわけですし、まあその話ね別の動画で出ておりますので、うん、やっぱ楽であることが一番いいと思います。今フォースタンス理論という理論によって肘動いていい人もいるわけだから、はい、理論的にも肘動かした方が正しい場合もあるからね。だから理論好きなら逆に肘動かしたらいいと思うよ。あ、肘動いちゃう人は理論好きなら、理論好きなら、いや分かるんだよすごい、うん、理論的に完璧にしたいのは。だから理論的に完璧にしたいなら理論的に肘動かした方が体が楽に飛ばせるっていう人がいるっていう理論があるじゃん。だからこの理論に食いつけたらいいと思う、うん、っていう感じです。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。車に乗ってエンジンかける、とりあえず高速に乗る。今日はなんかないのって思ったでしょ。なんか言ってくるのかなと思って。今日はない。あ、今日はない。うん